今年も残すところ少なくなってまいりましたということで、初売りセールなんかもね、今後やられるということで、Amazon のベストバイ10位から1位というのを今回紹介していきたいなと思います。早速ではあるんですが、まず10位はですね、こちらドアノブプロテクター、ハイエス買ったらすぐに購入してほしいということで、今意外と値段が安くなっていると。だいたい2000円台後半で推移しているものが、このドアプロテクターをつけることで、爪の引っかき傷防止だったりとかね、よく小さいお子さんいらっしゃる方なんかは、このハイエスのドアのあたりね、傷つきやすくなってたり、塗装剥げが起こったりとかしてしまっているんではないでしょうかということで、戻るんですけれども、2650円税込みという形で、今回 12% オフということで、カーボン製のものと、ゴム製のものがあるんですけれども、私はこう柔らかめの素材のこのゴムのものを使用していて、つけてですね、もう2年ぐらい経つんですけれども、全く問題がなく、差し支えなく、剥がれなどなく使えている商品になりますので、こちらはまだねつけてない方、もしくはハイエス購入したばかりの方で、これから何か買おうと思っている方は、まず初めにね導入されてはいいのではないでしょうかということで、次に9位ですね、フロアマット、これ 3D のものになっているんですけれども、専用設計のものですね、何がいいってですね、取り出しが簡単で、なおかつしっかり専用設計となるということで、ここにねポッチがついていて、しっかりはめられると、さらにはですね、泥にも強いということで、特にねアウトドアなんかを結構ね私はやりますので、キャンプだったりとか、そういったものをやるときに、泥だらけの靴で入ってこられて、前のねもともと絨毯みたいな素材のマットだったら、それは汚くなってしまって洗うのに一苦労というのがあったんですけれども、これはですね、どんな泥がついても 3D でラバー製のものになってますので、土なんかはすぐほろいやすいですし、なおかつ、洗いやすいということで、非常にですね、こう軽くこすって洗うとまた元通りということで、こちらね1万円はするんですけれども、2万3万出してね専用設計のものを買うよりは、このね、まあ、別に2年使って差し支えないかなと思いますので、このね1万円台で専用設計を買えるというのは、非常にね耐久性もいいものですし、ずっと使えるものなのでいいんじゃないかなと思います。一つだけ注意点が、このリア部分のちょうど端っこの部分ですね、ちょっとですね、私のハイエースデラックスの場合は 1-2cm ぐらい隙間が空いてしまうので、完全なジャストフィットを求めている方はお勧めできないかもしれません。ちょっとねしっかりこの対応するかどうかをしっかり確認した後に購入というのをお勧めしています。次に8位です。何度人を助けをしたことかと、最近では私の義理の父もこれを使って助けましたということで、ジャンプスターターですね、こちらですね、ハイエースだけではないんですけれども、車全般にねもう積んでおいてくださいというようなアイテムになります。で、何かというとですね、エンジンがね、この寒い冬とか特にですね、バッテリー上がってしまったりとか、かなりね、弱っているバッテリーなんかで、バッテリーが上がってしまったりとかした時に、急速で対応して、そのまま何も他の車のバッテリーを借りることなく、こちらでね復活できるというもので、優れものですね。で、私はですねリチウムバッテリーのものを購入したんですけども、さ、ここ最近はですね、このリチウムバッテリーというのが、火災の原因になったりとか、ちょっと危険性があるよということで、こちらはですね、そのリチウムバッテリーを使っていないと、スーパーコンデンサー搭載というものになっていて、事前の充電が不要なんですね。いわゆるこの元々の残りのバッテリーの電気を吸い上げて、電気を増幅させて、で、エンジンを起動スタートさせるということで、すごい優れものですよね。まあ、値段はちょっと高めなんですけれども、長く使うのであれば、全然こういうようなね、ものね、メーカーの2年保証もなんかもついてるので、で、かつ、発火の危険性もないという、非常に優れもので、1748の評価を得られているということで、これはですね、もうね、まあ、自分はまだ一回もね、使ったことはないんですけれども、数々、まあ、道でね、車止まっているところの人を助けてあげたりですとか、年末に自分の父がですね、ホテルでね、長く車を止めていた後に、バッテリーが上がってしまってそれを復活させてあげたりとか、ここ最近はさっき言ってた義理の父が車を買い替えてね、バッテリーが結構弱っていて、それをね、何回もね、これを使って、つなぎ止めて、新しいバッテリーに変えたというような経緯がありますので、ちょっと長くはなったんですけれども、このジャンプスターター、一家に一台必要かなと思いますので、しかもこのねコンデンサー
モデルっていうのが非常に個人的にはおすすめなものになるかなと思います。第7位ですね。第7位はこれね、今年買ったんです。今年提供いただいたんですけれども、非常に良かったです。ハイエースの専用設計のシガーソケットの、増設ソケットと、増設ユニットとなるんですけれども、何がいいってこれですね。タイプ C がついてるんですね。タイプ A に加えて、急速充電ができるタイプ C がついてるモデルからの、まあ、さらにシガーソケットも付け入れますよ、ということで、シガーソケットね、もともとね、カーメイトから出しているもので、2つと、シガーソケット2つと、タイプ A の給電が2つというようなものを使ってたんですけれども、いやもうやっぱりね、今この急速充電がないと、それに慣れてしまっているとですね、充電が遅く感じてしまうというか、まあ車で充電したい時って大体気を要するようなものなので、やっぱりこのね、急速充電っていうのが個人的にはね、非常に良かったということで、このベストバイ7位に入れさせていただきました。ちょっとね、小物入れなんかもついてたりとかしてね、意外と値段もいい値段なんですけれども、個人的にはね、非常にこれね、提供していただいて良かったなというようなアイテムになりますね。で、19876位になります。で、6位はですね、このワットノットから出している収納コンテナということで、もうこれもね、全車乗っている方向けの商品になるんですけれども、2000円でこの収納力ですよ。まあ、もともとね、キャンプ道具なんかを入れるもので、購入されてて、去年なんか売り切れ必須な感じのものだったんですけれども、今回ですね、もう在庫かなりワットノットさんの方で、用意していただいて、皆さんね、購入できるような段階に至ったかなということで、いつ値上げしてもおかしくないアイテムかなと個人的には思っていまして、何を入れているかというと、車のね、洗車用具であったりとか、あとは細々としたドライバーであったりとかね、あのスプレー関係であったりとか、そういったオイル関係だったりとか、そういうものを入れてますね。さらにはですね、こちらですね、まあ、私の別動画で紹介してるかなと思うんですけれども、100均の、ダイソーですね、ボックスを使って、これの上にさらにボックスなんかを乗せると、それが蓋代わりになって、さらに収納力を高めてあげることができると。ボックス自体は確か200円で、蓋が100円ぐらいだったような気がするんですけれども、シンデレラフィットネット検索するとあるので、それを購入されて、抱き合わせで使ってあげると、最強のカスタムボックスが作れるよということで、いろいろカラビナなんかもつけてね、こんな感じで、アレンジもできるので、まあ個人のね、オリジナルのケースに使えるかなということで、もうこれね、みんな大好きね、ワットノットのね、収納コンテナということで、第6位に上げさせていただきました。もうね、すぐ購入しましょう。で、残すところね、まあ、とりあえずこう5位まで行きたいんですけれども、5位はですね、これ本当に良かったですね。ユーフィーから出している、紛失防止トラッカーということで、鍵に、つけるとですね、まあ、私はね、鍵結構なくしがちなんですけれども、これがね、なくし物がなくならなくなるというなくし物がなくなるというね、テーマで掲げてはいるんですが、鍵につけておくと、スマホからね、どこに、今この鍵があるかというのをすぐ検知してくれるということで、これね、非常にね、便利なんですよね。特にね、何かあった時に音を鳴らしたりとかしてくれるというね、ものもあったりとかするので、意外とApple から出している AirTag なんかよりも安価で購入できて、セール時なんかはね、まあ、今も 10% オフのクーポンがありますけれども、かなり良心的な値段で購入できるということで、非常にね、おすすめな商品になるかなと思います。ということで、ざーっと、10位から5位まで紹介させていただいたんですけれども、まず一旦前半戦はこれまでということで、まだね、まだまだ今年本当に、まあ、今年に限らずなんですけれども、Amazon はね、いろんなね、ハイエースに対するいいものが出てきている状況で、まあ5位から1位はもうほとんどね、1位なんじゃないかなっていうものも紹介しますので、引き続きですね、まあ、後日また、動画アップロードしますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。